せは入場の赤ちゃんの学校となりました。本日で生後83日目を迎えております。また本日12月6日にはレバーメーターのたくさんの情報の中からユキシンという可愛らしい名前を付けられました。どうもしてくださった皆様ありがとうございます。この中駅は価値観や文化、言語など上げた時は 197g、 手のひらに乗るほどの大きさでしたが、本日は何 g に成長しているでしょうか。先ほどまでぐっすりと感じておりましたが、少し汚れております。はい、分かりました。本日の体重4770g です。197g という小ささでしたが、本日83日目を迎えまして4770g、もなく大きいものとしております。現在ユイシンはお母さんの母乳のみで成長しておりまして、先ほども 200g を超えるぐらいたくさんミルクを飲んで、ただ今お腹がいっぱいのところです。もしかしたらしばらくはずっと眠っている状態かもしれませんが、こちらで赤ちゃんパンのユイシンの公開中に出させていただきます。で、最後に皆様の近く赤ちゃんパンダの中で一番大きな体で生まれてまいりました。先ほどの赤ちゃんパンダの愛情をたっぷりと受けまして、現在では5kg近くまで成長しています。赤ちゃんパンダのユキですが、ただいま公開終了の時間3時となりましたので、この後、こちらを待ちまして公開終了とさせていただきます。ただいまを待ちまして、赤ちゃんパンダのユキ公開終了とさせていただきます。皆様のご協力